それでは無双ロチ3アルティメット続くからやっていきましょう。では武田救援生ですね。何者かによって作り上げられた異世界、はい、この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し強大な敵と対峙しようとしていた。メンツえぐいよね。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として出ましたね、猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。信行と雪村と信玄公が出るのかな。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。ちょっと話の途中なんですが、ドムソウルチ3は、初見プレイではないのでご了承ください。まあタイトルにも書いてあるんで分かってるとは思いますけども、まあ一からプレイしてます。はい。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。また話の途中なんですけどね、説明欄の方に再生リスト、ムソルチ3の再生リスト貼ってるんでよかったらね見に行ってみてください。雪村、はい、お前をこんなところで散らせはせん。待っていてくれ。縛りプレイとかもね、特にもしてないので、はい、自由にやってます。でまたねこれやり込む予定なのでよろしくお願いします。で今回のメンツはですね、孫権と蓮氏と直虎すね。またこれ赤いですねメンツがね。じゃあいきます。援軍とはありがたいね、はい、早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。で難易度難しいな。ちょっと敵の横っ腹をつけよ。雪村は前線で油断するとやられるんで頼んだよ。いやここで決めよ。ま敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。蓮氏はどうだったかな。たち気をつけて行くんじゃよ。さっきバサラ撮影したばっかりなんでちょっとキャラチェンが強残。はい、キャラチェンがねなんだっけ、 L3 じゃねえや、R3 押し込みでキャラチェンなんで、バサラは。ちょっと操作がおぼついてない。やはりあこれで馬呼びか。オッケーオッケーオッケー。出番だ。親方様の読み通りだ。みんな、はい、完全の敵を打ち破り。とりあえずバサラ技を。バサラ技じゃね。やばいやばい。こっちも引くわけにはいかない。はい、合体真術。ちょっと今難易度難しいでプレイしてるんで。ちょっと油断したら負けそう。お宿敵共に闘争の美酒に弱む。行くぞ。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ有望なる虎の血よ。いやー気持ちいい。いや気持ちよすぎる。オッケー。兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。でここで合体真術って、はい、さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍からの再度結束侮りか。孫権ってどうだったっけか。これ将来的に勝ち目がありそうなんだよ。伏兵もやっつけた。じゃあ総攻撃と参ろうか。はい、行こう。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。2、3、4。あれ
1234。これはどういうことです。あ、まだ技が。悪いね、光秀殿。おしまいにするわ。戦いはしない主義なのか。裏切りなど持ってのほか。はい、角度互角も。雪村感服いたします。ハグの野郎、裏切りではあったか。でしょう。織田の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのか。おい、結構ね、連射はトリッキーだから難しいんですよね。はい、はい、覚醒ランプ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。よしよしよし、おい。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろし。待って、吉本どこ。信長様、吉本と宇治原さん固まってる。こっち行こう。この裏切り、仁君劉備殿には受け入れがたいかな。はい、行きまーす。おりゃー。いや、待ってなんか範囲広くない。その力が必要。神の変化、心安らかに暮らせるよう協力してほしい。私もでも。この世界でもあんたは相変わらず。1234。よろしくお願いしますね。いた。一緒に頑張りましょう。あ、参加。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。頼もしき同志よ。よる。かっけー。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だが、そのやり方は垂れつすぎる。たとえ異界であろう。で、濃姫。私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う。そんな世にしたいんだ。それがまさに太平の世です。太平の世。様と似たような方がいらっしゃったんですね。の劉備と家康はちょっと似てるよね。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅し、残るは信長。おい、一体どこに行ったんだろうね。信長子はどこだ。信長。あ、そっか、これあれだったわ。あの覚醒した、神格化した信長を倒せみたいなやつじゃなかったっけ。覚醒ラブ、はい、広くない。はい、信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。あぶれ、引かせていただきます。お、なんか久しぶりに見たな、このムービー。そうですよ、信長子はもうすでに腕を手にしてて、イザナギだったかな。渡せ。それは人が持つべきものではない。持つべきものではない。力ずくで奪うが良い。力ずくで奪うが良い。てて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 。あなたは ここの信長ね、確か最初ね、一撃必殺持ってんすよ。お前はなぜ戦っている。理由なき力に従えるはずもない。よいぞ竜、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。一瞬打ち取ったよ。はい、おお、やばい、めっちゃ食らう。よくやってくれた。ちょっと難しい、きついかもな、怖いな。まだ技も解放してないから
ワンチャン普通に死ねるな。いや武器が強いとはいえキャラレベルが。早っ。待って、ナオトラ神速ついてんのか。ちょっと武器見てみよう。天遊とか猛襲、あ猛襲だから食らうわそりゃ。天遊、あ神速やっぱついてるわ。早い。これでいけるかな。今は引くしか。当たってる。オッケー。オッケーオッケーオッケー。なんとか世の事情を知る。なんとかいきましたね。ちょっと難しい。怖いな。うん。でもこんな強い武器使ってるから甘えとか言われそう。難しいで決行するか。おかげで助かったよ。やろう、難しいでやろう。救援がなかったら危ないところだったね。はい、なんとか救援できましたね。信長のあの妙な力は一体、うん、なんか蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。はい、蛇、人ならざる強大な力、そして時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが、ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていたもの、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるが、話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。貫き通すは我が信念。お仕事お仕事。はいはい、この手で守ってみせる。信行、武田軍が一気に加入した感じ。各お S ランありがとうございます。姉上より法あり。織田軍の急襲を受けたらしい。うん、急ぎ援軍を出さねばまずそうだ。なんとなんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けるとは。まあ、次は上杉軍を救援しましょうみたいな。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。あ、次雪村かな。私も行こう。謙信殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。よしよし。なんと心強い。頼みにしているぞ二人とも。はい、上田、ああ間違えた、上杉救援戦が出陣できるようになりましたと。ここめっちゃ噛んだ。もっといろいろ整備して、うん、皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、うん、いい考えだ。きっと仲間たちの闘志も高まるだろう。高まるだろう。あ、陣地強化ありがとうございます。そう、この陣地強化がね大変なのよ。そう、いろいろあるんですよ。これ解放するのがまた大変なんだけど、やると。あ、もう無理だわ。